どうもじゅんです。今回はですね、ユニクロイネスのワーストランキングトップ3、こちらご紹介していきたいと思います。結構独断と偏見あるわけなんですけれども、今回のコラボレーションね、もうトータルでめちゃくちゃ素敵ですやんって感じですよね。秋冬なんで、ジャケットスーツだとかコートだとかセーターだとかズボンとかニットとかもあるし、あったかそうなねアイテムがいろいろ揃っておりまして、結構ねアイテム数も多いですよね。これなんかスイスの田舎を思わせるようなちょっとこうカントリーテイストもあるし、まあ秋冬なんで茶色だとかベージュだとかグレーだとかももちろんあるし、こういうボルドー系のカラーももちろんあるということで、まあいろんなのがラインナップしてるわけですけど、果たして何が人気なかったのか行きましょう。第3位、カシミヤヘンリーネックセーター、こちらでございます。カラー展開いっぱいありまして、5色の展開ですね。オフホワイトにグレーにピンクにグリーンにブルーということで、カラー展開いっぱいあるからすごい力入れてるんかなと思うんですけど、在庫切れが特にどのカラーもないんですよね。まあもともと在庫がいっぱいある可能性ももちろんありますけれども、これでなぜこれが人気ないのかということですけども、まず1点、これ価格がちょっと高いわねと。カシミヤなんで、カシミヤ 100% なんで、それは高いっちゃ高い、しゃーないんかなーと思うんですけど、ユニクロにしてはちょっと高いんかなーと。で、さらにですね、デザインどうなのかというところなんですけど、ヘンリーネックセーター結構珍しいですよね。首元このボタンになってる、そういうデザインなわけですよね。で、さらに襟元とかくるーんとなってたりとか、袖見てみるとくるーんとなってたりするんですよね。デザインすごく凝ってんだけど、ちょっとデザインどうなん、ぶっちゃけそこまで可愛くはない、そんな気がするんですけど、どうでしょうか。で、お客様のレビュー見てみると、チクチクしますと書かれてるんだよね。あれやまみたいな、カシミヤ 100% でもやっぱりチクチクするのかなと。で、結構今回のコラボレーションなんですけど、なんかゆったりめのシルエットみたいなんよ。だからこれはその単体で着るというよりも、シャツを中に着て重ね着するってそういう仕様かもしれないですよね。ボタンもこう取り外しできるからさ、インナー中に着てその上にカシミヤみたいな感じになるのかもしれないですよね。着方としてはね、可愛いです。実際ね、可愛いっていう意見もあるわけですけどね。これがスタイルヒントですけど、今回なんかさ、やっぱりそのゆったりめのシルエットだったり、あとのジャケットとかも結構あるから、男性がね着てたりとかもしますけどね、スタイルヒント見てたらね。で、こういう試着のやつもあるわけですけど、ちょっとこうスタイルヒントの数も少なめなのかなと。そこまでデザインどうなんだろう、可愛いっちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛いっていうとこまでじゃないかな。で、しかもさ、今回ニットとか結構人気なんですわ。この間の土日一番人気あったのがこちらですよね、シャイニークルネックセーター。これラメっててめちゃくちゃ可愛いんだよね。半袖で今の時期、夏だからこういうのがちょうどいいんかもしれないですよね。可愛いシャイニーっていう感じですね。あとこのシャイニーなカーディガンとかも人気あったし、ジャガードのカーディガン、これもね可愛いらしい。価格もねそこまで高くない、2990円とか3990円ってことはお手頃なよね。で、この辺のポンチョとかも2位か3位ぐらいだったかな、人気ランキング的には。やっぱオフィスとかで寒かったりするよね。クーラーの温度さ、なんかやたら低かったりするもんね、会社によっては。で、女性の方とかさ、寒いいうことでこういうポンチョ買ってたりするかもしれないですよね。で、このボーダーのやつ、ちょっとカジュアルテイスト強いけどとか、タートルネックのセーターとかもねあるんだけど、まあ、その中だとやっぱこれだけ人気ちょっと薄いのかなっていう印象でございます。ワーストランキング第2位、ウールリネンブレンドジャケット、こちらでございます。これもね良さそうなんですけどね、ちょっと価格も高め。やっぱイネスさんといえば、スーツジャケットの印象が強いのかな。やっぱ定評があるというか、かっこいいですわな。今回やっぱりそのオフィスで着れそうなかっこいい感じのジャケット多いんかなという印象でございまして、これもねすごく形かっこいいんですけど、ウールリネンブレンドジャケットということで、まあ、羊毛が結構使われてるわけですよね。詳細見てみると、羊毛 50%、 麻が 30%、 ポリエステル 20% ということで、ちょっとチクチクっとした肌触りなんのかな。お客さんのレビュー見てても肌触りがあまり良くないですよということが書かれてあるわけね。かつこのイエローのカラーが日本人合わせるの結構むずいんちゃうかなと思ってて、石原さとみさんとかだったらうまく着こなすだろうし、めっちゃ可愛くなるんだろうけど、日本人って黄色人種やんと、黄色い肌にこの肌色みたいな
やつはちょっと合わせんのムーズいんちゃうかな、地味になるんちゃうかなみたいな、こういうね白人の方、ヨーロピアンな方が着るとかっこよく決まるんかと思うんだけど、日本人合わせんのぶっちゃけムズいんかなーっていう印象ですわ。今回ジャケットがめっちゃラインナップしてて、こういうチェック柄のやつもかっこいいのあるし、あとこういうネイビーもあるし、ワインもあるし、すごいねラインナップ豊富なわけなんですよね。こういうオフィスで来たらかっこいい感じのやつとかもある中で、ちょっとこれがね割れ目立ちと言いますか、ちょっと合わせにくいのかなーという印象ですわ。こういうベストはめちゃくちゃ売れてるんだよね。防寒対策としても優れてるし、デザイン可愛らしいもんね。ちょっとボーイッシュな感じにはなりそうだけど、でしかもさ、最近やっぱそのお店に行くのもちょっと怖いやんか。ユニクロの店舗行って試着するのもちょっと怖いという中で、オンラインでこういうジャケット買うの、試着せずに買うの怖かったりするかな。しかも今割と暑いからさ、こういう羊毛のジャケットってなかなか手が出にくいのかなという印象ですわ。そしてワーストランキング第1位、スイードコートグレーカラーでございます。これもね、羊毛を使われてる感じの素材なわけですけど、やっぱね、今の時期、コートなかなか買いにくいんちゃうかーと、暑いしね。で、価格も別にそんな安いわけちゃうやんか。14,900円。デザインはね、可愛らしいわけなんですよ。着丈もね、しっかりと膝まであっていいし、で、袖めくってみると可愛らしいということで、すごいこだわりがあるんだけど、今の時期ちょっと暑いし、ちょっとこう、チクチクやっぱしちゃうのかなーと。スイードコートってことだからさ、羊毛使われてるわけや。商品詳細見てみると毛が 70%、 ナイロン 30% ね。でお客さんの声見てみてもちょっとチクチクするみたいなのがね散見されるわけなんですわ。こういう襟部分って直接ね触れるわけやんか。でここがチクチクしてるとめっちゃ気になるよね。ストレス感じるよね。でスイードコートいろんな色が展開してるわけですけど、中でもこのグレーカラーが一番ちょっとカラー的に微妙、地味な感じがするんよね。ブラウンとか秋っぽくていいやんと。グレー、ライトグレーのこの感じもさ、合わせやすい。定番のカラーって感じで合わせやすそうだけど、ちょっと地味やない。おばちゃんっぽくならへんということで、今回選ばせていただきました。他にもなんか、めっちゃええ感じのコートがあるからさ、ちょっと見劣りしちゃうのかなと。実際在庫もなんか残ってるし、という感じですよね。これもさ、なんか、あれ、一見、寝袋かぶってんのみたいな。寝袋羽織ってんのみたいな印象だけど、意外とね、ブラックとか、在庫少なくなってたりとかしてね、人気なんですよね。まあ可愛いもんね。実際こうスタンドカラーになってて可愛らしいんだけどね。コートをトータルで見るとこれが一番今人気ないのかなということで選ばせていただきました。まああくまでもこれ、まあ、独断と偏見なので、実際店舗行って可愛いかったらね、ぜひぜひチェックして買ってみてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。